初めての人もいられると思いますが、このマイクはね、今までのところこの、テキストの108ページの、下の段の太陽山海和尚主に示しています、青山上雲浦赤女夜生にいう、この則をですね、道元禅師が提唱されているわけですね。で、今までのところは青山上雲浦の話だったんだけど、それでね、さすが坊さんというのは暇ですね。そのまんま置いといても山なのに、その山が歩いてるかどうかって言ってね、そんなのをこう七面倒くさい難しい言葉でもって文章を書いて、それをまた講釈してるんだって言った人があるんですね。そうすると、あれだ、そういう話を日に集まってる人がいるって。しかもこれあれだもんね、九州四国あるいは関東からって2日がかりで出かけてくる人もいるんだ。もっと一体これはどういうわけかって、暇人は世の中たくさんいるってことになる。しかしね、これ沢木老師もいつも言ってたけど、いつも生活に追われてアクセスしてるっていうのは、決して欺瞞にはならない。暇が大切ってね。それで沢木老師は沢の人が多忙でございますって言うと、老僧は暇じゃってそれが大切だって言われてたね。で、あれだね、小獣以下これ沢木老師が市内行かれた時にね、キャンセの看板に小獣以下って出てきていたんで、これを大変沢木老師風流があってね、それでよく小獣以下っていうあれを字を書いて人にあげてたけれど、座禅っていうのは生活の一服で、そうあってく忙しいって言ってるのが決して自慢にはならない。しかしね、これ暇っていうのもね、パチンコや麻雀ので暇つぶししてるよりもつまらない話っていうんじゃ、これ本当につまらないね。で、その点は少なくともさすがに暇の使い方っていってね、そういう話しなきゃなんないって私は大いに責任感じてんだ。それでね、だからね、この山が歩くかどうかっていう、それだけのね、この牧野の文章の字の訳を言ってりゃいいってもんじゃない。ただ文章の字の訳を言ってんだったら、本当にパチンコや麻雀よりはつまらない。で、その点ね、これなかなかそういう意味じゃ私忙しいわ。一生懸命この山水経の巻いかに仏法としての話をしようかっていうのね。で、大体ね、山が歩くかどうか、こんなことはね、今の自然科学者だって、何十万年だか何百万年だか知らないけど、そういう前にね、造山運動が起こって、そして今の山ができたとか、
そしてまたこれ将来も山はどういうふうに変化するんだとかっつってね、言うんだから、これどうせね、自然科学的に見ても山は歩いてる。だからその今山が歩いてるっていうのそう珍しいことじゃない。しかしながらこれ自然科学者っていうのはね、今山が歩いてるっていう、山は変化してる。しかしながら俺のことは関係ない、山が歩いてる、こう思ってるんだね。大切なのはあれですもんね、もう山が歩いてる、それに対して俺は自然科学的な見方っていうのはこっちの見る方の側は全くこう変化しない。そしてその何十万年何百万年ね、あるいは何億年の話言うにしても、この俺は生まれも死にもしないざーっと生き続けてるぐらいのつもりでしょ、物言ってる。そしたらね、そのこれやっぱり本当に、仏法の話にはならない。いくら山を歩いてるって言ってもね、で仏法の話としてはこれただ山の話じゃない。この山とそれを見ている俺とひっくるめた生命の実物の話だ。そういう山がいかにあるかっていうね。だからこの前のところにもね、もしこの109ページのね、その上の段の2行目のとこ、もし山の運法を威嚇するは自己の運法をも未だ知らざるなり、自己の運法なきにはあらず、自己の運法未だ知らざるなり、諦めざるなり、自己の運法を知らんがごとき、まさに生産の運法をも知るべきないとあったね。つまりこの生産上運法の話はね、何より自己の話なんだけど、ところが仏法の話としては生産と自己とひっくるめた自己の話なんだけど、それだけならね、この前宇治の巻、この宇治の巻はね、この山水経はね、この一番初めにも言ったけれど、一番この最後を見てください。その時臨時元年田之江ね、10月18日観音通り高尚法輪寺にありて主に示すというと、ところが宇治の巻は、宇治の巻は宇治の巻の一番最後のところには臨時元年鹿の絵で開湯の日高尚法輪寺にありて処すと、こういうんでね、これ宇治の巻は開湯の日というのは10月1日だ。そしてこの山水経は10月18日に書いてる。これはもう本当にこうすぐ続いて書かれたもんですね。でこの宇治の巻にね、そのあれですね、すでにあったのは我を廃別し起きて人海とせる、この人海の図もつもつを自内と諸見すべし、それから我を廃別して我これを見るなり、自己の自なる道理それ格のごとし、で用を取りていわば臨界にあらゆる人物は連なりながら自になり、宇治なるによりてご宇治なりというのな。つまりその宇治の巻では
己人界自己と人界と、これ全く人ひっくるめですね。それが自己人界が時々刻々に歩いてるっていうことで、このその富士の前、それで五富士っていうのはね、五富士っていうのはこれが五でしょ、これが無だ、それでこれが時だ、でつまり自己と人界と、そしてそれがひっくるめたものが自刻々に動いてるっていうことですね。だからね、それだったら山があるぐらい、山っていうのも人界だ、山っていう人界、これ刻々に歩いてるって、それ何も取り立てて言わなくたって、もうすでに宇治の巻で言われてる。でそれに対してね、今そのあれですね、わざわざ取り立てて、その青山上雲波とこうね、改めて山水経の巻かれたのは一体何か、結局ね、その人海っていうと少しこう話が抽象的になるっていうところだね。そしてそれを今青山っていうのを持ってきて、青い山が刻々に動いてる、その青い山ぐる、自己ぐるみのね、青い山が動いてる。いや、それで私はまあこの道元禅師がこれ書かれた頃は宇治にいられたんだとかね、で今私は宇治に住んでる、だから毎日散歩するときにいつもこれ、その富士の山を見ながら、どう動いてるかっていうのを毎日見てる。でね、結局ねこれはあえて取り立てて山を動いてるってね、歩いてるっていうことを言われるのはね、我々ね、普通は山は動かないとこう思ってる。水は流れているが山は動かない。ところが、そういう既成概念ですね。もうすでに出来上がっている。山は動かないものとこう普通に思ってる。その関連をはっきり打破するために、あえて、青山上雲波ってね、太陽山不要道海禅師がまず言われたわけだけど、これを道元禅師は惹かれてくるわけです。それでこの要するに動かないっていう我々既成概念、これがね、ぶっ壊さなきゃ仏法の話にならないと。そうするとね、我々不動だと思ってるのはただ山だけじゃないってことは分かるね。いわゆる大組織とか、あるいは昔から権威のあったものとかっていうのね、これを不動だと思ってるんじゃない。これをぶっ壊すことが大切だ。我々、これ、青山というのは自己ぐるみなんですからね。自己ぐるみの青山が動く。そうすると、我々の思っている不動だと思っている、権威とか、大組織とかという、そういう、それを不動だと思っている、既成概念をまずぶっ壊すことが大切だ。いや、おかしくてしょうがないのは、この前も、会社は永遠であるって言ってね、それで、その、会社の恩ために、会社がきっとなんか悪いことしたんだ。それを、その、株
ばるために、自殺した人っていうのがね、新聞でしたね。これね、もうちょうど昔の侍が藩主のために殿様の御ためって言った腹切ったのと、まあ同じようなもんだけど、これはあの、これはあの冗談にやってるのかと思うと、そうじゃない、大真面目でやってるからなお面白いけどおかしいやつで、とにかくこんなのは、まあ、本当の自己の生命の実物を見ていないことは事実だ。要するにこの会社は永遠であるって、そんな規制概念も、そして会社は動かないもんだと思ってる。で、会社ぐらいならまだ、大したこと、それがこのバカなことっていうのをすぐ分かるという。もう少し繰り広げてみるとね、戦争前はね、戦争前の教育直後、まあ今の若い人は全く知らないだろうけれど、年取った人はもう暗記させられてるから知ってるだろうけれど、天上無休の幸運を付与すべしだからね、これ天上無休、幸運っていうのは天皇の運っていうのが書いてあるね。天皇家の運勢は天上無休だと、こういうことだった。それで私まあ東京府立の六中だったけど、その行動にはね、天上無休っていうね、大きなあれ、それにしちゃ下手なその、校長の阿部宗隆っていう先生の書いた天上無休って下手な字がこうあって、それをいつもお辞儀させられた。しかし今にして考えると、あれは天上無休の内容だね。天上無休ってことはないわけじゃない。しかしながら、そう簡単に天上無休ってものがあるもんじゃない。天皇家のその家務っていうものが、そんなに 天上無休でなかったことは、まあ敗戦ですぐ分かった。ところがその天上無休の幸運っていうね、それを今度は地盤として中高の道っていうのが、完全としてあってる。そしてまたそれの上に乗っかってね、中高の道だから、だから管理、管理ってやつは天皇から直系のお役人だからね、これが威張ってた。そして、君に忠に親に孝にっていうんだからね、それの、親もその手に威張ってたね。親孝行は当たり前のことって言って、それでもう親厳然と威張ってた。そして死を敬いって言うからね、この先生もその教育直後通りだったら先生も威張って、ところがその戦後敗戦で天上無休だと思ってた幸運がひっくり返ったんです。とすると中高の道もひっくり返った。そうすると親も教師ももはや威張れなくなったね威張れなくなって、というと今度はね、それに代わる天上無休はないもんかっていうと、この結局は豊かな生活っていうのは戦後の天上無休だ。それで豊かな生活のためにっていうためにはね、
これがまあいわば大義名分のつもりだ。それでところがこの豊かな生活っていうのもね、大義の健常無休ということじゃないってことは、こうぐるぐる変わるってことは、その昔武士は高値の怖い高い王子って言葉あったでしょ、ね、食わなくても食うぐらいなんだいっていうのがその高い王子だ。それがそういう時代もあるんだ。私もそう思ってそれでそんなに食うことが天井無休であるはずがない。ところが今のお粗末な先生たちは豊かな生活、食うことが天井無休と思ってるからね。それで結局今度は教師も生活のための労働者であるというか、もうわざわざ自分から言ったわけね。そしていわば天井無休の大義名分を明らかにしたつもりなんだ。バカなやつだね。俺ね、ところがそのもし教師がね、そういう生活のための労働者であるって言うとだ、それで知識の切り売りの労働者であるとするとだ、今度生徒ってやつがいわばそれを雇う側じゃないか。生徒がいるから教師が給料もらえる。そうすると、生徒は雇用者だね。そうすると先生がうまく教えない落ちこぼしを作って平気っていうような、あれ労働をやるんだ。これは何殴るのは当たり前だ。だから主人側がね、教師殴るの、ぶん殴るの当たり前だと、ぶん殴ってもちっとよく働けということになる。さらに殴られる教師これ喜劇にもならない喜劇だと思う。それでまあ今の親たちだってそう、今の親たちも今まで威張ってきた。ところがこれ威張る種がなくなったのと同時に、生活だけが天井無休と思ってるからね。何て言ってもこの子供に不自由させないように、欲しいものは買ってやる、そしてまあ大学でも出すまで学費を出してやるっていうのだけが親の務めだとこう思ってきた。そしてそのためにはその父ちゃんだけじゃなく母ちゃんまでその親が子供を鍵っ子にして、そして働きに出てさ、それでその分生活豊かにする、それだけ親の務めだと思ってる。そうするとね、そのいずれ殺される親になるんだ。殴られる教師、殺される親っていうのが今の時代の象徴だと思う。こういうね、今の社会の問題ね、こんなのね、今の生産上運席の野生日中そこから光当てて見なくちゃいけないと。要するに天井無休そんなものが、あれですね、教育直後も天井無休じゃなし、食うために働くっていうのも天井無休じゃなし、これが生産上運動。そしてしかも世事の野生にというような教育の仕方もあるって叱るべきだっていうことだね。まあそういうような読み方してみたいと私は思う。いや本当に我々まあそれとは別にね、我々の悟りということだってそう、一旦悟り開いたらその
それこそ天上無休、永遠不動の悟りを開くんだと思ってる人が多いわけで、修行僧の中にもね。しかしこれね、そんなね、うんともしない悟りだったら、これは固定してるんだからね。固定した悟りっていうのは本物の悟りじゃない。悟りっていうのは生きていますから。それは自由にうんぽしてるんじゃなきゃダメだ。まあそういう、だから悟りっていうのも修行とともに初めて師匠、それで道元禅師でやれる師匠一如っていうのもそういうことだ。まあそういうつもりでこの前も読んでいきたいな。今日のところね、たとえ草木土石障壁の現状する現世あらんときも、微弱にあらず動弱にあらず全現状にあらず。これね、この段はね、だいたい造語結義経っていうね、お経の文句を、まあこれ面談さんは天台の司教の話に当てはめて言ってますがね、その天台司教の根本は造語結義経、造語結義経の文にはね、こういうのが出てる。一切の天主、天主って天人だとかね、の初見同じから、あるいはシャラリンはことごとく土砂草木石壁と見る。これが今の段。その次、あるいはこのリンは七宝章章状章文と見る。これがその次の、ね、あるいはこのリンはすなわちこれ三世諸仏の所有業をするところと見る。あるいはこの輪はすなわち不可思議諸仏境外真実発体と見る。こうが出てるんで、それがこの 4つの見方ね、ここに挙げてるわけですね。つまりね、まず初めにはこの山っていうと、山はね、これは草焼き、それから土や石ね、あるいは障壁、そういうものから因縁症状で成り立ってると、こういうふうに見る見方ですね。そういうふうに見るのも、たとえ山っていうのはそういうもんだとこう見、因縁症状だとこう 見ても、それでも本当に山を疑ったことにもならなきゃ、その山のことを言ったことにもならない。それから、たとえ七宝将軍内と賢主せられる自説、現状すとも実機にあらず。いや、山っていうのはそんな、草木、障壁、土砂、みたいな、そんなお粗末のもんじゃない。その七宝っていうね、輝いたね、七宝で称言されられてるものだと、こう例え見ても、それでも実機にある、本当に帰るところじゃないっていうのね。つまり色合いのついた形容詞でどんなに飾り立ててみても、本物じゃない、実物じゃない。たとえ諸仏行道の境外と見現状あるも、たとえあながちの愛所にあらず。この山っていうのは諸仏行道するところの境外だ。そういうふうに見ても、別に愛着するべきことじゃない。それからたとえ諸仏不思議の功徳と見現状の頂念を打とも、如実これのみにあらず。山っていうものは諸仏不
思議の功徳が現状してる姿だ。こう見てもそういう最高のところまで、見てもだ。それでもね、生命の実物はそれだけじゃないってこういうこと。覚覚の現状は覚覚の栄章なの。この覚覚の現状、おのおのの見方、おのおのの栄章っていうのは、そのあれですね、自分のおのおの角度から見た世界でしかないってことだ。これらを仏祖の道合とするにあらず、一遇の関係なり、これは本当の生命の実物である仏祖の道合じゃない。一遇の関係、一隅のことをね、この管で持って覗いたような世界だしかないっていうのね、関係っていうのは。これまああんまり適当な例じゃないかもしれないけれどね、まあ例を挙げて言えば、まだ私乗ったことないけれど、今度その京都駅からね、北大路烏丸まで、地下鉄がついたね。私もね、長年ね、この間、京都の町もう歩き詰めに歩いてるからね、それで京都の町っていうのは隅から隅まで知ってる。地下鉄がついた、カラスマ、北大路の、あれ昔、今までカラスマ車庫前って言ったけど、あの辺の人、その商人の人たちの気分っていうのがね、分かるような気がするね。いや、私がこの京都の街歩いてるのは、ただ散歩で歩いてるんじゃなくて、その一軒一軒覗いて、その間、宅発して歩いてる。商店街の人の気分っていうのですぐ分かる。よく分かるよ。今この烏丸がこう、これの商店街の人たち、こう、地下鉄がついたっていうんでね、まず、この辺によってだ、その、我々のところが大いに繁盛するぞってこう考えてるやつもいると思う。ところがその反対にね、これでもって今までのそのお客が四条や七条へ吸い取られちゃうぞってこう考えるやつもいると思う。あるいはね、このスーパーでもね、大型のスーパーとか百貨店とか烏丸車庫のところへ進出してきて、それで吸い取られるんじゃないかって考えるやつもいると思う。で、まあそれから間烏丸北大路って言っても、ただね、まあ今まで通りこの単なる乗り換えやっぱり素通りしてダメだって考えるやつもいると思う。まあいろいろそういう考えが、地下鉄一本通ったことで、あの辺の商店街の人はそう考え、いろいろ考えんだと思う。これみんな一遇の関係です。この例えば繁盛すると思うのも、吸い取られちゃうと思うのも、あるいはそのあれですね、いろいろこう素通りされちゃうと思うのも、俺そうは決まってないの。これ、ね、単なる探検だ。また例えばね、
大型スーパーとか百貨店とかっていうのが進出してきて、そしてドカンとあそこへビルを建てて、お客を吸い取ろうとしても、吸い取るようになってもだ、それでもね、本当はね、心配いらない。この大型なこう大きな、これいかにも組織でもってドシンとこう来る、そういう権威、それでもね、そんなに恐れなくていいってことだ。一旦は恐れるかもしれない、しかしながらね、ああいう大組織のやつはね、小回りが効かないんだ。その点ね、私はそういうことをね、判断するのはね、これも高発の知識だけど、高発っていうのね、私が高発してるのは、その頃安泰寺って言ったって誰も知らない。そしてそれに対して京都には大徳寺とか妙心寺とかね、東福寺とか、まあいろいろなこう人材の大型企業があるとそしてそれがこう看板下げて、それで高圧に来る。そうすると私なんかは全く一人でとぼとぼ歩くんだから、これは乞食なんだ。そうするとこれは押されちゃうのが当たり前だ。しかしながらね、そこで心配はいらない。ああいう大組織で来るやつは小回りがそれで例えばこの大手ってやってくる場合、この道を行こうってこう言ったら、もうそれからね他へ入らない。それに対して私は私だけなんだ、あこのところはもう来てるなと思ったらすぐ横丁入っちゃう。それで横丁から横丁でこう来ていない筋をこう、これちゃんと勘でね分かるもの、その繰り方でもってここはまだ来ていない、ここはもう来てるってね、とにかく今は割に少なくなってるらしいけど、私のやってる頃はおもらいの人がね多かったんだね。臨済の運水、それから我々みたいな運水もいるし、それから天台型かぶって出てくるね人たちもいるし、日練習の太鼓叩きもいるし、護衛官もいるし、尺八吹きもいるし、それから小じきもいるし、こういうそれでそういうそのおもらい仲間が非常に多かった。それだからあれ大宮通りなんかは一日に四五組は毎日必ず来るっていうのが、そうすると四五組ね来る以前に回ったやつはもらえるわけだね。しかしこれはもう何組も来た挙句に行ったらやっぱりダメだ。そこを敏感にこう感じ取って、おーって言いながら感じ取ってもらえて、ぐるぐるといい脈をたどっていくってこと。だからね、大企業っていうのは今の人たち、中小企業の人は大企業を恐れてる。ところがね、恐れるにはそれだけのサービスすれば、大企業は例えばまあ私のところテレビないけど、テレビ買うんでも百貨店かとかスーパーからドカンと買った、これじゃあちょっとこう交渉したって言ったって直してなかなか直してくれないじゃない。それに対して近所の電気屋さんから買えば、それでちょっと頼みを直してくれるっていうね、そのサービスしないじゃダメだ。中小企業の人はね、それをサービスしてさ、
そうするそういう気にならね、中小企業の人っていうのはね、困りが引くから便利なんです。でお客さんにちょっとサービスすればいいんだから。でそういう点ね、だからってないろんなことを覚えるもんだで結局の話、権威はさっき言った生産上運行なんだね。決してその恐れるには当たらない。でそれよりもそれぐるみ、自己の風景として見ちゃうんだね。大組織もその今のその場所のあり方もっていうのをこう人ひっくるめにして自己の風景として見る。そして自由運転する。これやったらだから高圧の場合ね、この臨済の水が落ちてそろそろってきたなって言ったらそういう風景。そして今歩いてる道、そうするとこのところこういうふうに、ね、行くのはこれ全て自己の風景として見て自由運転していくこと。でそれが今自己人海自由だ。今私の見ているその世界、自己人海自由、自由運転。これ自動車の運転っていうのはね、その点は自動車の運転っていうのはいつも私は例に聞くけれど、あれはよく稽古したもの私は慣れないけど、もうその点ね、今生産上運歩、運歩って言ったら事故も山も運歩する。で上って言ったらね、そのどっちどこんでも自己切りの自己を生きてんだから、これは上です。それで全て自己の風景で、それがちっとも動いていない上、上運歩っていうのね、ただ常に動いてるっていうんじゃない、上っていうのは、上って言ったら上、絶対的上、運歩って言ったら絶対的に運歩。生命の実物ってのはそういうもの。でそういうこの上運歩の生命を手放しでもって、頭これ頭手放ししてなきゃダメだ。これなんか引っかかってちゃその自由運転ができない。で手放しして自己の風景として、だからね、それができるのは思いは頭の分泌物だその分泌物でもってそういうことを認識するんだ。認識するけれど、これは一つの俺の中の自己の中の風景、そういう見渡したところでもって自由運転してる。それでね、人生の願いっていうのはそういう意味で、もう話としてね、平面的でないから難しいんだ。これ非常に純粋な話になる。しかしながらそこを難しいと考えないで、大切なのは頭手放しにして全てを自己の風景として見て、そしてそれに対応して刻々に自由運転していくってこと。その点ね、まだ自転車だとか自動車だとかっていうのはこうハンドルっていうね、こう寄っかかるものがあるから、こうまだこう頼りになるような気がするじゃない。あれうまくてなると、あれで私馬なんかもちろん乗れないけど、馬となって馬に乗ったら耐えないだろうと思うね。これ上馬に乗ってこれ手綱っていうのをこうしたら馬がこうするから、俺どこも倒ると思うな。そしてただ馬の上こう乗っかっちゃってさ、それで
これが静止してるわけじゃない、パカパカこれな、まあお尻振るのに従ってこれなんとかしなきゃこれもう動いてるとこ、あの不動のとこ一つもない、上運歩だ。あそこを手放しで持ってやるということは、これ人馬一体ってね、馬上に人なく、安価に人なく、安上に人なく、安上に人なく、安価に馬なし、そういうようなところで行かなきゃ。でこれね、もう難しいってや難しい、しかしながら本当は誰でも自己切りの自己一体、そして自己人海自由なの、これはもう間違いないんで、ただもう 誰でもその自己人海自由生きてるの、これをね、そのあんまり それを狙って生きると、そのことです。ところがそうじゃない、みんな俺の頭ので思いついたことね、そしてこと頭で考えたことでこうしようと思うから、それで間違う。でなんか事件に出会ったらね、まず頭手放しにして、何もなしにして、ただ見ること、そして結局俺の生きる方向はどこかっていうだけ見定めて、それで処理するっていうことが一番大切だね。でそれがそれで どっちどこ転んでも自己身の事故なんだから、そんなに心配しなかったっていう、決してねそんな難しいことはできないと思わなくていい、もう合格不合格がないんだから不合格してみたってさ、どうせ自己身の事故、その点うまいのっていうのうまくやらないとパーンと放り出されて、あんた人でうまかったって、イタリア人が乗ってそれで振り起こされたって話はあれしてるけど、待ち合わせは本当に難しい、下手すると不合格する、しかしながら自己の人生は不合格しないんだ、どっちどう転んでも自己の人生、あ、しまったって死ぬ時だって自己の人生が死ぬんだから生も死もひっくるめて自己の人生、自己人海自由だから、その点が安心しきって、そしてただ狙いどこだけ狙う、これが大切だと思う。で結局ね、だからここのところにあれですね、この山水経の前に読んだところにね、生産の運法および自己の運法明らかに検定すべきな、体歩歩体ともに検定あるべしと、こうは前にある。それでだから生産の運法っていうのは、この自己と人海とひっくるめた自意、それだけにもうの実物を目を塞がないことだ、それを一生懸命狙う。それでね、結局その次本文でその天境天身は大正の初夏なり、摂心摂生は仏祖の初不幸なり、天身天生は下道の格形なり、体言体育は下脱の老弱にあらず、格のごとくの境界を到達せるあり、いわゆる生産上運法なり、宝山水上法なり、震災に探求すべしがあるね。つまりね、何かこの場合この孔子を天境天身、そう思ったらそれは大正の初夏、
摂心摂政という真夜生っていうね、なんか特別の存在を、取り立てて見るってことを仏祖の職光内から仏さんは受け側ない、謙信謙承は下道の格系ない、真夜生っていうね特別の実態を立ててこれを見るっていうようなことは下道をすることだ。で、大根大根、これは権苦に横泥して生命の実物を見ていないのは下脱の道略にある自由な生命の実物を見たことにはならない。こういうので、そういうのを何者もその取り立て、何か取り立てたらしこりになる。それを頭手放しにして全て自己の生命の実物としてこう見渡してる、そこで自由運転してる、こういうことね。で、だから格のごとくの境界を到達してるわけ、いわゆる西南上運もない、東南水上高台、震災に参求せると。つまり脳と書と見るのと見られる側と二つに分かれる以前、生命の実物にいつも目を開いて、そして生き生きと生きていくこと、ことね、それが大切だ。で、東南水上光の話はあの次に出てくるから今ここじゃ言わないとして、その次、赤女夜生には赤女の生にする時を夜という、おおよそ南赤女赤あり非南女赤あり、これよく天を干し地を干す天赤あり地赤あり、あるか、この赤女夜生に、大体赤女っていうのは馬爪だ、馬爪の女が夜この子供を産んだ、子供を産むっていうかね、これも今のこう科学時代になるとみんな仏教の言うこと不思議じゃないで、科学的に言えば言われる、これ例えばそのあれだ、今の天文学の話読んでると、その全てこう宇宙人がね、宇宙人って宇宙の塵だ、宇宙人がこう漂ってるのがこう引力によってこう一つのところにまとまって、そしてそれがこう今度あんまりたくさんこうあれするから押された挙句に燃え出してた、燃え出してきたってマッチで火つけて燃すんじゃないあの原子核分裂して燃え出すらしいね、そしてお星さんになって、それからそれが固まって、それからまた爆発してって言って、で宇宙人になってまた漂って、そんなのがまた集まって散るようなことになって、結局 そういう集まったのが地球で、そしてその地球からこういう人間ができてきて、でそして子供を産んでって言ったら、なんで初めから赤女だ宇宙人っていうね、これ石みたいなもん、それがどうせ子供を産んで、で何も赤女夜生にしたって別に不思議なこと、科学時代になるとみんなその仏教の言ってること不思議じゃない。しかし今も言ったように自然科学っていうのはこっちが動かないもの、向こうだけが動いてるものをこう見てるからね、観察者、自然科学とかね、そうじゃない、これをその仏法として言うならば、この自己人海、自己人海理というのをそこから見なきゃならない。それで、そうすると赤の夜生にっていうのはどういうこと、この夜っていうのはね、もう明暗不通のところ、これがね
一切企画以前だから、あの夜は人の夜間という言葉にいても思い合わすべきなり、そもそもまた昼夜の線には線あるにはあらず、道理の隠れたるように聞こえるについて夜の字を加えたるかって、こう聞き書き書でありますがね、結局夜っていうのは我々の企画以前だ。で、そういう明暗不当のところが夜。それで赤女っていうの、これもね、その小不小を超えた、いわば本不小、本不小。これ消滅を超えてる。それから男女っていうことももちろん超えてる。字と他とってもちろん超えてる。こういう一切分離前のところ、あのこれがあの責任。女は超えてるわけだけど、まあ幸運か責任って言ったね。要するに本不詳の親、本不詳の子供を産むっていうの、これは責任の野性人だ本当は。で、まあ敵の野性にも、一口にはそういうことなんだ。おおよそ何敵女敵あり、あのこの間ね、あのトムさんとトムさんがやってきた時に、あの散歩行って、そして新店開業の寿司屋に入った。そして食べて出てくる時に、あの景品でございますって言って、あの私たちに こんなのくれた。それで開けてみたら、そしたらこのくらい その茶碗なんて、それにね、これ女編の字のあれがたくさん書いた。よくあの寿司屋に看板なんかに魚編の字が書いてあるじゃん。あれと同じように女編の字が書いてある。それでこう見てた、そのあれだ、女編に子って言うんですよね、子供の子ね、あれ使った好き、かなわった女編に兼ねるっていうね、編の字書いて嫌いって書いてある。それは違う、女辺に家って書いてあって、嫁って書いてある。女辺に古いって言うんです、あの姑って書いてある。まあなるほど、もうそう見るとね、女辺ちょっとでいろいろあるなと思って見たら、その次に女辺に男っていうの書いてあってね、見たことないような字なと思ったら、これに始まるってありがとう。確かにそのキリスト教で言っても、あのアダムとエヴァね、女編に男で人類が始まったんです。日本だってこのイザナギ、イザナギ、イザナミの御事から始まったんだから、始まるってうまいもんだと思って、その次に女編に女って書いてレスビアンでまあ、そんなのがずっと並んでた。で、まあその点をおおよそ何席女席あり、で避難女席あり、これまたこれ避難女席いうのも今言うあれですね、宇宙人なんていうのはもう避難女性だ。これよく天を干し地を干す、これはね、信濃の昔に女家っていう
これは福義信濃の神話時代、福義氏の妹がね、天地が破れた時に五色の石をこう練って、そして天を干し地を干した干してこう作ろったからね、 その話なんだそうだ。つまりそれは天石地石だ。これは俗に言うところなりといえども、人の知るところまれなるなり。これでこの石って言ってもその辺の石だけが石だと思ってちゃ違うんだね。それでこの天石もありゃ地石もある。それから、このところに面山さんの文言にはね、神地の石、心の中から神地の人はみんなそういう普通の石ばっかり考えていて、人の知るところまれなくなる。本当は神地の石ということを人が知らぬという心ない面山さんの中に出てくる。これだ、これが大切だ。要するに生命の実物としての石だ。これがだからそういう石の話で、それからまたその小児の道理知るべし、小児の時は紳士変化するか、次の親となるを小児現状と参学するのみならんや、親の異なる